はい、どうも、ペン回しパフォーマー K です。今回はペン回し専用ペンのレビューやっていきます。また楽天とかヤフーで調べてたんですけど、結構高確率でトップに表示される500円のペンがちょっと気になったんですよ。やっぱりペン回し始めたてだと何買っていいかわからないんで、とりあえずまず安いのを買ってみようっていう思考になるかなと思って、結構もしかしたら持ってる人多いのかなと思って、ちょっとね、それを今回買ってきたんで触ってみようと思います。はい、ということでこちら、ジガオの V7 というやつですね。中国のペンメーカーのジガオという会社が出しているペン回し専用ペンの一つですね。で、このシリーズね、今バージョン45ぐらいまで確かあるんですけど、そのうちのバージョン7ということで、だいぶ初期のやつですね。さあ、この500円の専用ペン、早速触っていきたいと思います。手元を映しながら見ていきましょう。はい、それじゃあね、ジガオ V7 見ていきましょう。まずパッケージ、なかなかいかついね。後ろにドクロが入ってる。まあこれはカラーによってちょっとパッケージも違うと思いますけど、ここにね、チコーって書いてあるでしょ。これがジガオですね。ジガオの、まあ中国語表記ですね。で、これ、この2文字で、ペン回しって意味ですね。この2回繰り返すことによって回すを強調してるみたいな感じだったはずです。はずです、確か。はい。で、裏面を見てみると、まあなんかいろいろ書いてありますね。で、なんかやり方書いてあるね。ノーマル、ハーモニック。うんうん。はい、まあこんな感じですね。じゃあ早速開けていきましょう。これね、すごい簡単に開きます。スライドするだけ。スルーっと。はい、そしてこれが出てくるって感じですね。はい、こんな感じですね。このパチンコ玉みたいなのがすごい気になるね。多分重りに使うやつだろうね。じゃあ本体ちょっと触っていきます。よいしょ。ほうほうほう。黒で。かっこいいね。ちょっと背景うるさいから。これ片付けるね。はい、こんな感じですね。先にじゃあ長さとか重さを見てみようか。はい、長さ測ります。この状態でジャスト20センチ。ジャスト20センチですね。で、重さが 10.3 グラム。めちゃくちゃ軽いね。この状態だとめちゃくちゃ軽いです。で、構造、ここがグリップになってて、ここキャップなんですね。ここ取れますね。よいしょ。あー、なるほど。なんかペンズギアと同じくこうボールペンの形だけしてるって感じですね、こっち側は。ってことは反対側は、はい、ボールペンが内蔵されてるという感じですね。で、なんかジガオって全部筆記機能がついてるんですよね。なんかペンとしてじゃないと売れないみたいな感じらしいんで、全部筆記機能は含まれています。で、本体がこのスカルの模様が入ってますね。かっこいいね。で、赤黒で白。ここはグリップですね。ただちょっと固めかな。うん。じゃあこの状態で一回ちょっと回してみようか。いきまーす。おー、すごい軽いね。めちゃくちゃ軽いわ。まあさすが 10g って感じですね。でもこのままでも普通に回せるな、これ。なるほどね。じゃあこのパチンコ玉、これを多分ね、両端にこうやってつけるんじゃないかな。あ、そうっぽいね。重りをここにつけてって書いてあるね。よし、じゃあこれをはめていきましょう。どうやってはめるんだ。押し込めばいい。ああ、普通にピタッとはまりました。びっくりした。よいしょ。で、これもくっつけると。はい、こんな感じですね。全体の長さほぼ変わらないですね。ちょっと飛び出てるんで若干伸びるかなぐらいだけど、まあ大差ないでしょう。で、こうすると重さが変わるでしょうね。 16.3g、 6g 増えました。片方 3g って計算だね。はい、じゃあこれで改めてもう一回回してみましょう。あ、格段に回しやすくなったね。やっぱ重りが両端に入ることによって遠心力が勝手につくようになったんで、すごく回しやすくなりました。あ、いいね。で、これね、ボールペンが入ってる割にカチャカチャしないね。わかんない。ちょっと個体差があるかもしれないけど、とりあえず今回買ったやつは全くカチャカチャしない。なるほどね。あ、これ割といいかもね。500円にしたらすごく出来がいいと思う。うん、だいたい何の技でもいけるし。インフィがちょっとやりにくいかな。あ、まあでも、まあまあまあ、できなくはないですね。結構グリップのところが太めなので、ちゃんとしっかり挟むことができますね。うんうんうん。あ、いいんじゃない、これなかなかいいと思うよ。あ、いいですね。あ、ちょっとパチンコ玉はめるとカチャっていう音がしちゃうかもしれない。
ここが気になる人はもしかしたらいるかも。おっとっとっと。じゃあちょっといくつか技やっていきますね。はい、結構評価高いです。これすごくいいね。で、軸も全然滑らないし、で、残像も結構しっかり見えるし、いや、いいねこれ普通に500円としてはかなりクオリティが高いと思います。で、なんか変にガッて重い感じでもないんで、まあ 16g だからね、そこまですごい重いってわけでもないので、すごく扱いやすいものになってると思います。初心者の方ぜひおすすめしたいです。これいや、これかなりいいな。普通にちょっと予想してなかった。これはもうちょっとやばいかなって思ってたんだけど、正直普通にいいですねこれ。うん、まあ、すごい細かいことを言うと、このやっぱりボールペン機構が入ってて、若干軸に重みがあるんで、重心がちょっとだけずれて感じる時があるっていうぐらいなんですけど、まあ、それは本当にいろいろ技ができるようになって、指の感覚が優れてきたらやっとわかるぐらいのものだと思うんで、本当に初心者の方には、おすすめできますね。はい、大体の技このペンでできると思うんで、ぜひ1本買ってみてください。はい、ということでジガオ V7 500円の専用ペン触ってみましたけど、思った以上の好成績。いや、正直ね、500円なんであんまり期待してなかった。あんまり期待してなかったんだけど、期待以上でした。うん、素晴らしいね。まあ値段的にも性能的にもペン回し始めた人、初心者が持つにはすごくちょうどいい一本になってると思います。初心者おすすめの一本になってますんで、ぜひチェックしてみてください。一応概要欄の方にリンク貼っておきます。はい、それでは今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。